はい、それでは終わりました。うまそう。こんな感じに焼けました。おいしそう。はい、皆様こんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。今日はパンは作らないんですけども、私の動画を見てくれてる視聴者さんの中には、パンを好きでね、興味があって見てますよって方とかもいます。そのパンのファンの方のために、今日は食パンを美味しく食べる方法っていうのをレクチャーしていきたいと思います。それでは本編始まります。ぜひご覧ください。どうぞ。ではまずね、食パンの選び方なんですけれども、食パンって大きく分けて2つあります。1個がこちらの蓋をして焼くタイプの角食パン、こちら蓋せずに焼くタイプの山形食パンですね。イギリスタイプとも呼ばれてます。で、パン屋さんに多分ね両方あると思うんですけども、これどう違うのって違いがあります。こっちの角食パンの方は蓋をして焼くので、焼くときに蒸気が滞留しやすくて、生地が蒸し焼き状態になるんですね。よりしっとりムチムチ感のあるような仕上がりになるのが特徴。だからこっちの方は濃厚なバターをたっぷり塗ったパンとか、しっとりむっちり食べたい時とかにおすすめ。で、一方こっちの山形食パンは蓋を開けっぱなしにして焼くので、蒸気が出ていきやすいんですね、焼いてる時に。なので口どけが良くてさっくりとした食感に仕上がります。軽いタイプですね、こっちの方が。例えば、パン屋さんによってはね、角食パンとこっちの山形で配合を変えてるところもあるし、同じ生地を使ってても蓋するかしないかでね、そういう食感の違いが出てきます。そしてパンの切り方ですね。今回はもう6枚でスライスされてるやつを買ってきたんですけども、自分で焼いて切る時の場合はよくね、この頭の部分上にしてこう切るしているんですけども、ここが一番火が通っててパリパリで硬いんですね。こっからだとパンが崩れやすいので、切る時はまずパン横にします。横にしてこの底の柔らかい部分を入り口にリコリコと切った方がパンも形が崩れないですね。それが食パンの切り方って言われてます。で、この切った分厚さによってもやっぱり食感って違ってきます。なのでサンドイッチとかで味の薄いものと組み合わせるときは薄切りの8枚入りとかでもいいですし、逆にカツサンドとかにする場合、しっかりとした味のものと合わせる場合はちょっと分厚めに切ったね、4枚切りとかの方が相性が良くなるので、どういう風に食べようかなっていうので、この切り方とかね、買い方っていうのを変えてみるといいかもしれないです。今回はちょっといいバターがね手に入ったので、これでバタートーストも作っていきたいと思います。バタートーストを作る時もこのまま乗っけてトースターで焼くのも OK なんですけども、例えば濃厚にバターが染みたのが好きな方は切り込み入れるといいですね。例えば十字に切り込みを入れると、バターがこの切り込みに入って溶けて、でこう三角にね裂けるので食べやすいようになりますし、よりバターの濃厚さが好きな方はプラスで切り込みを入れるとさらにバター染みます。こんな格子状にするともうバターしみしみで美味しくなるので、これちょっと焼いてみましょうか。じゃあいってきます。最近ちょっとこのバリュミューダを買って試してみたかったので、これもおすすめのトースターですね。ではこの中でパンを入れて焼いていきます。はい、それでは終わりました。うまそう。こんな感じに焼けました。おいしそう。で、食パンも、盛り付け方次第、焼き方次第でやっぱり豪華に見せることもできるので、今日はおすすめのね、食パンの食べ方3つご紹介します。はい、ではまずはこちらバターをパンに塗っていきます。
ちなみにサンドイッチとかバターとかマーガリン塗りますよね。これは油で表面をコーティングすることによって水分がねパンに染みてベチャってするのを防ぐんですよね。そういう効果があります。あと味も美味しくなります。そしてこのようにツナです。ツナも余分な水分があるとパンベチャっとしちゃうのでね、しっかり水分の切ったものを使いましょう。それではツナの上にチーズをたっぷりかけて、お好みでこの上にブラックペッパーとかかけてもいいです。それでは焼いていきます。はい、焼けたみたいですね。うまそう。チチチチ、はい、焼き上がりこんな感じですね。うまそう。チーズこんがり。はい、そしたらこちらね、トーストした食パンに小豆塗っていきます。うまそう。そしてこのあんこの上にスライスしたバターを乗っけます。これがねめちゃくちゃうまいんですよ。でこれエシレバターってちょっといいバター使ってるんで絶対うまい。これまずパンにねバター塗ります。でそこに今回はねハインツのホワイトソースを使っていきます。だいたい1枚に 30-40g ぐらいかな。この袋だと半分の量乗っけて、これも軽くね塗っていきます。1枚の方にはハム乗っけて、もう一枚の方にはチーズたっぷりね。これもブラックペッパーね。うん、焼き上がりです。うまそう。これはハムの方を下にして上のチーズの方でサンドします。よいしょ。はい、これでクロックムッシュの完成ですね。ちなみに上に目玉焼きが乗っかればクロックマダムになります。これで一品です。うまそう。よくコメントでいただくのが、余ったパンの保存方法ってどうすればいいですかっていうことをいただきます。例えばパン屋さんで買ってきて3日以内に食べる場合はそのまま常温保存できます。ただカビとかが生えたりしないようになるべく湿度の低いところの常温でしっかりと口を閉じて保存するようにしてください。これやっちゃいけないのが冷蔵庫の温度帯って一番パンが乾燥しやすいんですね。なので保存するときは常温か、それかもしくは冷凍庫にしましょう。で、パン1ヶ月以上食べないよっていう場合はこちらは冷凍した方がいいです。パン屋さんのこういう袋だと口ができないのでチャックができる、ジップロックの中に入れて空気抜いてピシッとしましょう。だいたい1ヶ月以内を目安に食べきってください。で、こちらトースターで焼く場合は食べる1時間ぐらい前に常温に置いといて解凍して、焼く直前で霧吹きシュッシュと
して水分をね含ました方がふっくら仕上がるので、そういう風に保存してください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなと思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。